始めから。昔、あ、喋ってくれる。うんうん。青くたゆたう大河と大地に横たわる緑なす山々を越えた向こうに、グラフィックが綺麗。ように美しい小さな王国がありました。ほうほう。元々ね、これあの眠り姫をモチーフに作られてるゲームっていうことなので、多分そのお城よね。綺麗だ。民は何事も分かち合い、うんうん、貧しくとも満ちたり、水清く風は澄み、秋には黄金に実る麦の穂がさざ波のごと揺れ揺れる、うん、静かにまどろむような国でした。平和でいい国だったんだね。でもただ一つ、うん、国には足りないものがありました。なんぞなんぞ。なんか雲の表現とかがすごいリアルで綺麗。あ、本当グラフィックが綺麗。第一章、月の女神の贈り物。うん、月の女神ね。それは王様とお妃様に神様からもたらされるはずのお宝。お世継ぎとなられるお子がなかったのです。なるほど。毎日毎日子を昇らせ、天なる神様に祈りを捧げましたが、なんかそのお香で神様に自分たちの願いをこう届けるっていうのがそういう風習なのかな。うんうん。あ、聞き入ってしまった。そこで一人の杯侍女の勧めで、うん、森の祠に祀られる月の女神様にお妃様がお参りなさいました。わらにもすがる思いで、どうか子だからをと恋願ったのでした。するとほどなくして王妃様ご懐妊となり、王様は大層お喜びになりました。なんかこういう角が尖ってるのが、あの眠り姫の茨とかを象徴というか表してるのかな。このフォント可愛いね。うんうん。なんかそういうところも世界観が詰まってて素敵。天の月がみるみる満ちていくように、うん、王妃様のお腹は丸く丸く幸せの形に膨らみます、うん、国の民草もまた。この表現いいな。幸せの形に膨らみますって素敵ね。待ちわびました、うんうん、元気に生まれておいで。そしていよいよ、あら、よかった。お妃様は、うんうん、月の女神様の覚えめでたく、うんうん、無事に玉のような女児を出産なされました。よかった。国中が喜びに包まれます。国外からも祝辞を伝える使者が訪れ、綺麗な月、祝いの宴が華々しく催されました、うん、お妃様もお元気そうでよかった。もう本当なんか空の表現がものすごく綺麗。この右とかは天の川かな。そこには月の女神様の巫女という12人の仙女たちも訪れます、うんうんうん、仙女たちはこのストーリーでは魔法使いじゃなくて仙女なんだ。それぞれ月の名を持つ乙女たちでした、うんうん、彼女らは月の女神の看護を受けた新しい王女様に一つずつ恩寵を授けます。ありがとう。
1月からは賢さね。2月からは気高さ。気高さ。3月からは美しさ。12ヶ月のそれぞれのこう仙女がいて、そこから一つずつ音調をってことなの。やっぱりこう、12月、13月の二人姫っていうことだから、12月って月のことなのかなって、1月から12月のことかなって思ってたけど、やっぱりそうなんだね。ってことは13月ちょっと不吉な月が本当はあって、そこにもこう13月に当てられた巫女というか仙女がいるっていうことなのか。4月からは。なるほどね。明るさ。明るさ。あ、可愛いな。絶対これ元気系の可愛い感じの子だな。5月からは忍耐。忍耐。6月からは器用さ。あ、編み物してるね。大事、器用さ。7月からは、うん、健康。健康大事だよ。8月からは美声、うん、いいな美声。私も美声欲しい。9月からは勤勉さを。勤勉さ大事大事。10月からは優しさを、うん、優しさを。11月からは謙譲、うん、謙譲。12月からは、うん、寛容、うん、大事だね。なるほど。12人の仙女が、うんうん、それぞれに託された12の音調を述べ伝えると、王族の皆様と帝臣たちは深く月の女神様に感謝いたしました。うん、ありがとうございます。素敵なものをたくさんいただいたね。縁も竹縄にありますと、うん、あ、4月だ。4月の子がいる。お客様はみなみな幸せに満ち足りて、誰一人として明日を思い煩うこともありません、うん、まあこれだけね盛大にこうお祝いができたならね。するとにわかに黒雲が空をかげらせ、ごーっと一陣の愚風が吹き荒れました。愚風って読むんだこれ。どういう意味だろう。大広間の窓という窓の掛け布をバタバタと揺らし、灯明をことごとく吹き消します。豆苗なんだね。松明じゃないんだ。まあでも松明部屋の中にあるのはおかしいか。しかも大広間だもんね。辺りはすっかり暗くなり、うん、女官たちの悲鳴が響きました。怪しげな気配を察したこの絵の蝶が何事かと窓辺に駆け寄ると、うん、剣の柄に手をかけます。なんとそこには招かれざる客の姿がありました、うん、13番目の仙女かな。みすぼらしい身なりをした一人の少女が、この子が窓枠に立っているではありませんか。うん、乱れた黒髪、大きな瞳、さすらいの魔女のような関東院に素足、うん、あれ最後の一文読んでないぞ。まあいいか。え、でもこの子キービジュアルにいた子だよね。この子が13番目だった。止まった。あ、よかった。何者か。ブルーズキ。おう、ブルーズキと名乗ります。仙女たちはこの名を聞いてハッとしました。ブルーズキとは月の女神に仕える忘れられた13番目の巫女の名だったからです。
なるほど。しようと駆けつけたこの衛兵たちは、ウルーズキが杖を一振りすると、うん、何かに打たれたように跳ね上がり、揃って吹き飛ばされてしまいました。なるほどなるほど。そっか、この子の名前ウルーズキか。そう、確か昔江戸時代ぐらいまでだったかな、は日本も12月、暦は12月まであったんだけど、退院歴を採用してたから、24日周期で一月っていう風に数えて、で今みたいに4年に一度、2月の29日が1日差し込まれるっていう形じゃなくって、一月が28日周期で計算をしていって、4年に一度ウルウズキっていう形で、こう13番目の月が差し込まれるっていう風習が確かあったのよね。うん、私たちあやかしにはあんまり暦は関係ないから、ちょっとその辺よく覚えてなかったんだけど、そうか、確かに13番目はウルウズキだ。なるほどなるほど。私からも月の女神の恩寵を伝える。何？この娘は15の弱いを数えるとき、紬の先で指を指す。なるほど。このあたりはあれだね、元の眠り姫と同じような内容だね。なるほど。だからウルウズキちゃんなんだ。トアの眠りにつくだろう。へえ。この城もまた運命を共にする。恐ろしい呪いの言葉に人々はしびれたように動けません。ウルウズキはくるりと王様とお妃様に背を向けると、裸足で石の床を蹴って音もなく窓枠に飛び乗りました。なるほど。そして再びの大風とともに、どうした？その姿は宙にかき消えてしまいます。なるほどなるほど。大広間の幸せな気持ちは、暗く沈んだものになってしまいました。そうだね。月の女神はあと15年で我が国と姫の命を奪うと呪うのか。そうだよね、生まれたばっかりなのにね。私たちの呪いを打ち消しましょう。姫と城は眠るだけで、やがて目を覚まします。しかし、トアの眠りとあやつは申したぞ。大丈夫です陛下、永久は真の愛によって打ち消されましょう。ならば安心です。私の愛し子は国中の愛によって育てられるでしょうから。12月が一番年が若いんだね。へえ、なるほど、覚えとこ。お妃様はほっと胸をなで下ろされました。再び珍しい音楽が奏でられ、ご馳走と美酒が運び込まれ、宴は何事もなかったように夜更けまで行われました。なんかこのひらがなとかのフォントがさっきまでの文字とちょっと違うのも気になるね。さっきまでなんかトとか、ね、ひらがなのあたりとかは割と普通のフォントっぽかったけど、なんかこの辺も茨っぽいフォントに変わってきてる。なんだなんだ。第一章、月の女神の贈り物、おしまい。おしまい。へえ、面白いな。お、茨だ。13月の二人姫。
か和と洋が入り乱れてる感じがすごく素敵。運命を紡ぐもの、運命を紡ぐもの、月の女神様の恩寵を受けた姫様は、うん、誰よりも健やかに育ち、うん、誰よりも美しくし賢く優しい女の子になりました。健やかに育て、王様とお妃様はそれはそれは姫様を慈しみ、片時もそばから離そうとしなかったので、大臣がおとがめしなくてはならないほどでした。まあやっとね、こう授かった子供っていうのもあるだろうし、15歳でね、とわの眠りにつきますとか言われたら、そりゃ心配で手元から離したくなくなるよね。あら、大きくなって。王様は公務に姫様を伴うのはおやめになられましたが、王妃様は真の愛をこの子に与えるのが私の務めですと頑として譲りません。神家も官女たちも諦めました。大丈夫？外に連れて行っちゃって。いつでもどんな時でもお二人はご一緒におられました。このさ、この普通のゴシックっぽい文字と、こういう特殊なフォントになる時の違いって何なんだろうね。姫様は国の誰からも愛され慕われました。そして自らは誰にでも親切に、まるで友達のように接しました。いい子に育ってるね。姫様の歌声は王様とお妃様だけでなく、城の皆々を魅了します。あ、真ん中これも育ったお姫様か。なるほど。梢の鳥までもさえずるのを忘れてうっとりと目をつむるのでした。しかし姫様はそうした女神様の恩寵を鼻にかけるでもなく、どんなに褒められても遠慮がちにお礼を述べるだけです。あー、謙譲とか、なんか謙虚あったっけ、なんか多分そういう恩寵のおかげもあるんだろうね。うん、指先も美しくとても器用で、どんな仕事も進んで覚え、働く大人たちの手伝いをしました。しかし決して糸を紡ぐ仕事だけはしませんでした。なぜならお城とその近隣の村々からは全ての糸紡ぎが集められ燃やされてしまったからです。まあ、あんな恩寵というか言葉をね、呪いの言葉を与えられちゃってるからね。姫様がいるだけで誰も彼もが幸せな気持ちになりました。でも姫様は誰かを特にお気に入りにするということがなく、皆に等しくお優しいのです。綺麗なお姫様。侍女たちが一番にご寵愛を得ようと競っても、まるで無駄なことでした。姫様は一人一人に優しく、誰かに静かに微笑まれるだけです。うん、素敵なお姫様になってるね。ある時、長年お伝えした老侍女が亡くなり、深い悲しみに沈まれたことがありました。代わりの年若い娘が務めれば、どんなに不慣れな仕事ぶりにも苛立つことなく、老侍女に対してと同じように分け隔てなく接するのでした。うん、まあまあそうね。箱庭のような王国に麗しい季節が巡り巡ります。でもなんかそんなに貧しい国っていう印象ではないけどね。
弱いを重ねる。おお、喋った。すみませんでした。女性らしく咲き染める姫様を、王様も、お妃様も、兵神たちも、そして民の皆々も、国中が見入られたように見守るのでした。よいしょ。喋らない。しかし15歳の誕生日が近づくにつれ、皆の心の中には氷雨をはらんだ暗雲がムラムラと湧き立つように言いようのない不安が募ってまいります。王様は何度となく国中の糸紡ぎを探し出されては焼き捨ててしまわれました。タミクサはこれも姫様のためなればと諦めます。まあみんながね愛してる姫様だから、しょうがないなっていう気もなるのかな。じゃあ糸に関しては、おお、びっくりした。命をかけた魔女を討伐するため勇者たちが集められました、集められました。多くの猛者や手だれの冒険者たちが正体を組んで旅立ち、国の外にまで探索の手が広げられました。あまったの冒険が繰り広げられたと聞きますが、その話はまた別の機会といたしましょう。さっきちょっと途中になっちゃったけど、ってことはこの国は糸に関してはよそから輸入をしてるのかな。それともなんか昔ながらにこう手で酔ってなんか作った糸ぐらいしかないのかな。ふむふむ。勇者たちの活躍にもかかわらず、あの不思議な娘ウルー月の消息は用として知れません。ローディングが入ってしまったね。あ、来た。あ、これで用として知れませんなんだ。漢字の勉強にもなるな。あれ、矢印出た。あら、悪しき呪いを吹き飛ばさんと、王様は姫様の15の誕生日を盛大にお祝いすることにします。お妃様も真の愛にたまったなんかお喜びになりました。再び大勢の客人が招かれ、お城はお祭りの準備ににぎわいます。なんか打ち上げ花火なのかと思ったけど、なんか手前から爆竹みたいなの投げ込んでる人たちがいたね。あの月の女神様の12人の仙女たちも宴に呼ばれました。時間はかかるけど、待ってれば読み込みが始まるっていうことは分かったから、気長に待ちましょう。いや、そう、これね、まだ喋ってないけど、私がね、このゲームやりたいなって思った、あの、要因の一つに、まあ、グラフィックが綺麗で、ノベルゲームが好きだからっていうのももちろんあるんだけど、あの、姫様のね、声優さんがスーちゃんなんだよね。知ってるかな。あの真剣ジャーでイエローをやってた元アイドリングの森田鈴香ちゃんっていう子がいるんだけど、その子がこのさっきのあの金髪のお姫様、運命の日は訪れます。スーちゃんかな。そう、鈴香ちゃんがあの声を当ててるから、あー、これはちょっとやりたいって思って急遽スケジュールにねじ込みました。いやー、スーちゃんの声聞きたかったんだ。目にもサイナでいいのかな。目にもサイナ美酒やご馳走が振る舞われ、みなみながお祝いの言葉を姫様に送ります。初めて姫様にお会いするお客様はその美しさと気品に
大層感銘を受け、後々姫様の噂を世界中に広めることになります。そうして誰もが満ち足りて幸福に包まれた宴は何事もなく終わりました。なるほど、まだ序盤は大丈夫だったってことね。今夜は満月、仙女たちの力は最も強くなります。13人が皆で姫様に背を守るように取り囲み、みんなで姫様を、あ、そういうことね、こうみんながこうぐるっと囲んだっていうことね。それぞれの得意な方位を割り当てられ、じっと夜を見つめます。この絵の兵たちもあたりをしらみつぶしに調べます。そうしてしばらくした後には敵の潜む影も吐息も近づく気配もないとお告げし、お木崎様と王様は王様を大いに安堵させます。そっか、12ヶ月だから時計のこう、文字表記みたいに得意な方角があるっていうことなんだろうね。なんかそれもあれよね、あの東洋の何か、五行なんとかとかそういうのに近い感じがするね。夜も更けて、不思議の巫女たちは満月の儀式のために夜の森に帰って行きました。王様もお妃様も祝福された娘をかき抱き、一日の無事を喜び合いました。そうだね、15の誕生日にって言ってたもんね。誕生日は過ぎ、呪いは解けよう。さあベッドに行き、今夜も共に休みましょう。さあどうなる、ウルーズキ来ちゃう。私はまだ寝たくありません。もっとこのひとときを引き伸ばしたいのです。私は欲張り者でしょうか。なんと、そんなわがままを姫様が。姫よ、そのくらい欲張りでもなんでもないぞ。寝る前にこの幸せがずっと続くようにお祈りいたしましょう。今日だけはダメだよ、ご両親、それは今日だけはダメだよ。バルコニーをまばゆく照らす望月となった、我らが女神に皆で感謝の祈りを捧げよう。大丈夫？真の愛が永久の呪いに勝つ時です。それは日付をちゃんとまたいでからにしようよ。王妃様と姫様は天蓋のあるベッドに横たわり、王様がそれを愛おしげに見守ります。扉の外にはこの絵のお皿が伝来の剣を捧げ持ち、万が一に備えています。夜空の満月が中空を過ぎれば、姫様のお誕生日は昨日のことになるのです。しかして、王様と王妃様ちゃんと、もうお誕生日当日はな、もう監禁するぐらいの勢いでいないとダメだよ。お美しい。上で船を漕ぎ、お妃様が寝息を立てる姫様の頭を優しく撫でます。こうして天の暦がめくられようとしたその刹那、姫様はふと目を覚ましました。なんか何も起きる前にしてはグラフィックがおどろおどろしいね。姫様、あら可愛い。来よ来よ、姫君。美しい。そうだよ。あら。おはり。セリフが一個飛んでしまったね。ギーッと音を立てて扉を開けると、そこには小さな老婆が一人、不思議な駒のようなものを回しています。
動いて。おばあさん。コロコロコロ。それは何ですか？羊の毛から糸を紡いでいるのだよ。なんかすごい寝る寝る寝るでを思い出すようなおばあちゃんだな。毛糸編んで暖かい上着を作るのさ。そうか、姫様は糸を紡ぐっていうことを知らないのかもね。運命よ、宿命よ、うん、白くも渦巻く混迷から正しき道を手繰り寄せ。どうぞ試してごらん。老婆が紬を姫様に手渡します。ああ、私の愛しごがいない。姫よ、姫よ、どこに行ったの？妃よ、姫はそこにおるではないか。うん、お前のすぐその傍らに。え、いいえ、姫は行ってしまった。見え、王様は見えてるの？何かが。王妃様は跳ね上がるようにして起きると扉に走ります。慌てて王様がそれを追いかけます。何何、どうしたの？ああ、ウルウズキ。老婆が立ち上がるとその顔も体もすっかり若々しい姿になっていました。あのウルウズキがそこに立っていたのです。やっぱり君はウルウズキだったのか。恩寵、今こと、なれり。姫様。でもグラフィックが美しい。おお。廊下でお妃様が崩れ落ちます。それを追う王様もまたへたり込み、すぐに寝息を立て始めます。この絵の長も壁にたくましい背を預けて眠りに落ちます。城の門番も遅くまで宴の片付けをしていた使用人たちも皆その場で眠りに落ちました。多くの城勤めとお客人たちはすでに用意されたベッドの中です。なるほど。さあ姫よ、戻るがいい。そうか、そもそもこう王妃様と王様が眠くなったのもこの呪いのせいっていうことか。そっかそっか。いやー、なんというなんというおたんび。ウルウズキが静かに告げると塔で倒れた姫の姿はかき消えます。そして元いた天蓋付きベッドの上で姫が寝返りを打ちました。なんという。こうして城内のすべての人々が眠りに落ちると濃い霧が辺りを包み込みます。一寸先も見えない霧の中でトゲある草が目を覚まし、お城の壁や廊下を行ってしまわれた。翌朝、王様は廊下で目を覚まします。うん、そして近くに倒れているお妃様に駆け寄り揺り起こしました。お妃や、姫はどこじゃ。あ、二人は一緒に眠ってないのか。姫様はまだベッドでお休みです。まさか永久の眠りについてしまったのではないでしょうね。普通に寝息を立てておいででしたが。普通に、本当に。姫や、姫や、我が愛しごよ、目を覚ましておくれ。ああ、女神様、私の娘をお返しください。誰か、あの仙女たちを呼び寄せるのだ。仙女たち、どうにかしてくれるかな。こうして姫様だけが眠る中、うん、
城の一日が始まりました。しかしそれはどれも皆すべて夢の中のお話。ふむ。本当の城の人々は皆茨に絡み取られ、ぐったりと霧の中で眠り続けています。あー、城が茨で覆われていく。うわー、普段と変わらぬ日々の生活を見ながら姫様の目覚めをひたすら待ち続けるのでした。普段の生活をずっと夢に見続けるっていうのも、まあ、寝てるっていう自覚はないとしてもしんどいよね。そっかそっか。ああ、ウルーズキーが13番目の聖女だったのか。第2章、運命を紡ぐもの、うん、おしまい。おしまい。なるほどね。体験版はここで終了です。3章以降は本編でお楽しみください。いやー、面白かったなー。うん、気になる。なんかこう、なんて言うんだろう、眠り姫のお話自体は西洋のものなんだけど、なんかウルーズキとか、なんか要所要所にこう和というか東洋のなんかものとかも入ってて、うん、なんか面白いな。でしかもね、その13月の二人姫っていう、その二人っていうのが気になってて、ずっと。まあ一人はね、あの金髪のお姫様だと思うんだけど、二人ってことはウルーズキももともと何かしらのお姫様だったのかなっていうふうに思ってたんだよね。うん、だからこう本編でこのストーリーがどうやって展開していくのか、謎が解き明かされるのか、すごく楽しみだな。うん、いやー、年内発売っていうことだけど、いつかな。予定通り発売されたらまたプレイしたいけど、配信とかでやっちゃダメだよってならなければ、改めてちゃんと本編やっていきたいと思います。いやー、面白かった。これ最初戻らないのかな。戻る？あ、戻った。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。また次の飲み会でお会いしましょう。皆様、おつの間でした。